サンディエゴトロリー、オールドタウンからシーポートビレッジ。今日はオールドタウンで昼食を食べてから、トロリーでシーポートビレッジに行きます。サンディエゴ、オールドタウン。イマキュレートコンセプション教会。1917年に完成したイマキュレートコンセプション教会の現在の礼拝堂は、1851年に建てられたアドビ様式の建物に変わるものです。主廊には、サンディエゴ伝道所で使われていた2つの鐘のうちの1つが収められています。教会の中を覗いてみました。この教会の中に入るのは初めてです。今日は日曜日なのでミサが行われているようです。ホエリーハウス博物館。ホエリーハウスはアメリカで最も有名な幽霊屋敷の一つと言われています。機会があれば一度は入ってみたいですね。オールドタウンメキシカンカフェ。ここオールドタウンにはメキシコ料理店がたくさんありますが、メキシカンカフェは手作りのトルティーヤを味わうことができるお店です。席に着くと無料のトトコス、トルティーヤチップスとサルサが出されます。スペシャルサンプラーとフィッシュタコス2つとライス&ビーンズのコンビネーションを注文しました。以前にも一度来たことがありますが、その時はカウンターバーのある反対側の席でした。スペシャルサンプラー、牛肉とポテトのミニチミチャンガ、バハケサディや、ハラペーニョピーマンの肉詰め、レタス、トマト、メキシカンチーズ、ワカモレ、サワークリームの盛り合わせ、コンビネーション、フィッシュタコス2個、ライス、ビーンズ。食事を終えると、楽器を持った人たちがどこからともなく現れ、生演奏を始めました。このレストランで生演奏があるとは知りませんでした。しばらく演奏を聴いた後、感情を済ませてお店を出ました。鍛冶屋、博物館。駅に向かう途中、オールドタウンには何度か来ていますが、これまで入ったことのなかった鍛冶屋博物館を見つけたので入ってみました。私に気づいた鍛冶屋のおじさんが、笑顔で手を振ってくれました。ここに並んでいるのは、これから修理される場所だと思います。修理され、展示されている場所の一部。コスモポリタンホテル&レストラン。鍛冶屋博物館の前にはコスモポリタンホテル&レストランがあります。コスモポリタンは1827年には価値革命家ドン・ファン・バンディーニによって建てられた最先端のアドビ様式の邸宅で、サンディエゴ郡で最も古い建物の一つです。ワシントン広場。オールドタウン駅。前の MTS 乗車カードが使えなかったので、新たに乗車カードを購入しました。
オールドタウン駅から12番街&インペリアル駅まで。 UC サンディエゴブルーライントロリー、グリーンラインのトロリーに乗るところを間違えて UC サンディエゴブルーラインのトロリーに乗ってしまったことに後で気づきました。このまま12番街&インペリアル駅まで行き、グリーンラインのトロリーに乗り換えることにしました。12番街&インペリアル駅、12番街&インペリアル駅に来たのは初めてだと思います。この駅は UC サンディエゴブルーライン、オレンジライン、グリーンラインが交差する駅です。グリーンラインのガスランプクォーター駅へのトロリー接続は現在閉鎖されているようです。12番街&インペリアル駅からガスランプクォーター駅まで。ラピッドバス車内、ラピッドバスでガスランプクォーター駅まで行けるということなので、そちらに乗り換えました。サンディエゴに来てラピッドバスに乗ったのは初めてかもしれません。サンディエゴコンベンションセンターを過ぎ、踏切のある交差点を右折するとガスランプクォーターの看板が見えてきます。ガスランプクォーター駅、ガスランプクォーター駅はハーバードライブを挟んでコンベンションセンターの左側にあり、コンベンションセンター駅は一駅先にあります。ベッドコーパーク、球場もこの駅の近くにあります。ベッドコーパークは MLB メジャーリーグのサンディエゴパドレスのホーム球場です。反対側にトロリーがやってきました。次の12番&インペリアル駅までは閉鎖されているので、この先の車両基地に戻るのでしょうか。ようやく待っていたトロリーがやってきました。ここからこのトロリーに乗って2駅先のシーポートビレッジまで行きます。ガスランクウォーター駅からがシーポートビレッジ駅まで。グリーンライントロリー車内、トロリーの車内はこんな感じです。トロリーが停車する駅によってはトロリーを降りるときにドアのボタンを押してドアを開ける必要があります。シーポートビレッジ駅、だいぶ遠回りをしてシーポートビレッジ駅に到着しました。サンディエゴ湾、トロリーの踏切を渡りハーバードライブに出ます。正面に見えるのはグランドハイアットホテルです。シーポートビレッジの入り口はグランドハイアットホテルのすぐ右側にあります。カンザスシティバーベキュー、ハーバードライブの交差点信号近くにあるカンザスシティバーベキューはトップガンのロケ地となったレストランです。シーポートビレッジ、シーポートビレッジはサンディエゴ湾に隣接するウォーターフロントのショッピングとダイニングの複合施設です。歩道には50軒以上のお店が並んでいます。シーポートビレッジには湾の景色を望むレストランがいくつかあります。またフードコートや軽食スタンドも多数あります。ツナハーバー、ツナハーバーは地元のシーフードを販売する海に面した市場です。
毎週土曜日の午前8時から午後2時まで、または売り切れるまで営業しています。シェフや一般客も地元の漁師から新鮮な魚介類を直接購入することができます。ザ・エンバーカデロ USS サンディエゴ CL53 記念碑。 USS ミッドウェイ博物館。ミッドウェイはアメリカ海軍の航空母艦で、ミッドウェイ級航空母艦の艦名です。2023年現在、サンディエゴで博物館船として一般公開されています。砂ハーバーパーク。サンディエゴの商業漁業にちなんで名付けられたこの公園は、マグロ港としての歴史を反映しています。ずいぶん前になりますが、この博物館に入ったことがあります。空母そのものが博物館になっており、搭載されている航空機や艦内の様子も見どころです。 USS ミッドウェイ博物館の出入り口は右側にあります。サンディエゴ湾を離れ、サンタフェ駅に向かいます。ウエストブロードウェイ。この建物はパシフィックゲートオーナーズアソシエーションのビルです。パシフィックハイウェイの向こうにサンタフェ駅が見えます。サンタフェ駅。サンタフェ駅は1887年にカリフォルニアサザン鉄道会社のために建てられた小さなビクトリア朝陽式の建物に代わるものとして、アチソン・トキカ・サンタフェ鉄道によって建設されたユニオン駅です。スパニッシュ頃にあるリバイバル様式のこの駅は国家歴史登録財に登録されており、サンディエゴの歴史的建造物です。次のリトルイタリー駅で降りて、お茶を飲んで一休みすることにします。トロリーのホームの先に見えるのは、ガムトラックのパシフィックサーフライナーだと思います。サンタフェ駅からカウンティーセンター、リトルイタリー駅まで。カウンティーセンター、リトルイタリー駅。リトルイタリー、カフェイタリア。カフェイタリアはリトルイタリーの中心部に位置し、朝のコーヒーを飲んだり、軽いランチを楽しんだりするのに最適な場所です。この店はサンディエゴで最高のジェラート店に選ばれています。これはアイスコーヒーです。カウンティーセンター、リトルイタリー駅。次のトロリーが来たらそれに乗ります。トロリーがやってきました。カウンティーセンター、リトルイタリー駅からオールドタウン駅まで。 UC サンディエゴブルーライントロリー車内。いつも車で移動しているので、トロリーを使うことはほとんどありません。でもたまにはトロリーで移動するのもいいものだと思います。まもなくオールドタウン駅に到着します。オールドタウン駅。オールドタウン駅に到着しました。ちょうどアムトラックの列車がダウンタウンに向かって出発したところです。一度はアムトラックにも乗ってみたいと思います。